4年春に開業予定ということで、このゴールデンウィークですね、毎年金沢からの、から最適っていうかね、敦賀までの新幹線の各駅を見学というか、建設状況、まあ、駅周辺のね、開業に向けての何かしらの情報をですね、こう毎年動画に収めてやっていますけども、まあ、このね、2023年ということで、今日1年ぶりということなんですよね、やっていこうと思います。まずですね、北陸お出かけパスという、JR 西日本がね切符、販売してたんですけども、それが廃止になりましてね、今はねこのように、まあ、その廃止の代わりというのは何なんですけども、このアプリの方で、利用できるようになっております。まあ、北陸お出かけパスのとちょっと違って、使える、駅というか、その範囲もちょっと狭まって、若干狭まってるところもあるんですけども、ほぼですね、前回の北陸お出かけパスと同じような感じで使えますのでね、ぜひこちら使っていこうと思います。それではですね、48分のね、白鷺を、撮ろうと思います。これね、この旅湾のね北陸お出かけパス、ちょっとね面倒なのがあって、チケットをですね、駅の改札口に、自動改札の通れんもんで、有人改札を使っていかなければならないというのがちょっと、有人改札ですね、使わなければならないのが難点なんですけどね、入ろうと思います。それではですね、まず有人改札、こちらパスでなければならないんで、ちょっとね、このこちらのね、タピガのパス、まあ、ちょっと唯一の欠点がありまして、自動改札使えないもんでね、有人改札を取って、駅員さんに行かなければならないっていうのが、ちょっと難点というか、窓口こ、有人改札混んでる時とかね、ちょっとね、大変なこともありますんでね、ちょっと気をつけて、早めにね、入場の方をお勧めしたいと思います。せめてね、なんか QR コードとかね、まあ、イコカとかスイカとかね、紐付けできて、自動改札機で、タッチでね、入れればいいんですけども、なかなか
ってきました。6時48分こちらですね。今並んでる方は多分次のサンダーバードですね。多分この旅輪のあのパスに関しましては、駅に到着いたしました。今ね、今回乗ってきた、こちら白鷺号、なんとですね、6%の、8000番台、北越急行がね、所有していました、白鷺号の、6%向けなんですね。これね、なかなかレアな、車両に乗ることが、本日できました。今日はね、なんかいいことがありそうな感じがします。はい、最後ねしっかりとね、送ろうと思います。しかもこの列車、こちら、グッパーさんの8000番台、給料ごとね、8000番台というなかなかね珍しいパターンでしたね。まああの付属編成3編成に関してはね6%1が、ついてくることとかもあるパターンが多いんですけど、今回ねこのプルドン給料編成っていうんですかね、それが6%3のね8000番台で、っていうパターンでした。なかなかね珍しいことを体験できたんでね、今日はねなんか本当いいことが起きそうな感じがします。はい、敦賀駅、はい、こちらですね、現在、西口、町並み口っていうところ側からの撮影なんですけども、外観はですねもう
ほぼ完成ということでよろしいかと思います。こちらからですね、高さが約37メートル、こちら、12階建てビルの高さに相当される高さです。まあ、とにかくね、でかいですよね。で、こちら1階がですね、在来線のホームで、2階が、コンコースで、一番上3階が、新幹線のホームとなっております。まあ、とにかく本当ね、要塞ってね、呼ばれることもあるんですよね。とにかくでかい、これはでも一言ですね。まあ、新幹線のホーム、まあ、1階のね、在来線のホームもね、おそらくまだ工事中ということで、まあ、これがね、中身がね、全然、ちょっと見えないのが残念なんですけども、まあ、両方とも、2面4線の、形で、完成されるということですね。まあ、とにかくね、まあ、乗り換えが、どういうふうにね、まあ、スムーズに、まあ、できるような、動線とかね、形になっていると思うんですけどもね、とにかくね、早くね、中は見てみたいですね。